ゲストが俺と大竹誠さんで、高陣さんは料理を振る舞うっていう番組なんですけど、ある時にフロアに、おい、味の素ないんかいって始まったんですよ。フロアがすぐ、あ、すいません、ないんですって言ったり、お方に、味の素ないって高陣さんが言ってるんですけどってサブに言ったんですよ。お前に聞いとんじゃこらーって言って、味の素ないんかーって、わちゃわちゃわちゃってなって、そのフロアが引きずり回されたっていう生放送中に。で、CM 上げたら高陣さんいなくて、残ったのが俺と大竹誠さん二人っていう。その後何分ぐらい残ってたんですか、番組は。結構残ってて、残りのレシピは俺たちが見ながら作りました。で、金曜の深夜ですね、この事件は起きるんですよ、うん。で、日曜日の昼間に神岡さんが生放送で。あ、はい、番組ましたね、で、そこのレギュラーも僕と大竹誠さんがいたんです。で、その時のゲストが屋敷隆人なんです。すごいね。2日後に同じメンツ集まるんだ。集まるんですよ。その時神岡さんがしゃれてたのは、セットが全部味の素。隆人、これなら帰らんやろって言ったっていう、テレビ朝日で起きた事件をフジテレビで解決するというです。そういう面白連動っていうのはあったですね。昔の番組って面白いっすよね。